皆さんこんこにちは敏感の清原です、えー、今回はですね新発売されたポークオーディオのスピーカー5モデルを中心に9つのスピーカーを聴き比べていこうと思います。えー、まずですね、えー、この奥にある白いスピーカーですねこちらこれはですねあのダリのオベロン1ペア5 0 0 0円のブックシェルフ型スピーカーそしてダリからはもう一つこの背の高いタイプですねオベロン7 オベロン7ですね、えー、これが15万6000円ペア全て価格はあのペアの税別の価格ですねそしてワーフデルから、ね、ダイヤモンド12.16万8000円この下のモデルダイヤモンド12.315万8000円、はいえー、DM が、ね、取り扱いということで新発売されるポークオーディオされたですかね、えー、このブックシェルフ型 R100 これが7万円 ブックセルフ型の一つ大きいタイプ R200 これが9万4000円トールボーイ型の一番小さいもの R50014 万円 R60018 万8千円 R70024 万円と、まあ、これだけの種類のスピーカーをですね一、まあ、つずつ聴き比べていこうと思いますえ使っていくアンプなんですけれどもこれはちょっと影に隠れておりますけど向かって右がですねエアーボーの HD アンプンスペシャル 18万円の USBDAC 内蔵の出力が約 40W のデジタル d 級の,です、ね、あの出力素子を採用したアンプです。でこちらですね PM7000 スペシャルですね。LAN 入力 w i f i 入力そして同軸デジタル入力光デジタル入力を備えるアナログパワーアンプを使うプリメイア,アンプですね。 ダックイプリミエアンプこちらが20万円、まあ、18万円20万円デジタル出力アナログ出力ということで、まあ、対照的な荷台でですねこの9つのスピーカーを聞き比べていこうと思いますそれぞれのスピーカーの細かな特徴はですねスピーカーの聞き比べの時にご紹介するとしてまずそれぞれのメーカーのです、ね、ザクッとした特徴を紹介しておこうと思いますまずオベロン1 まあ、オベロンシリーズの特徴はです、ね、このツイーターです。この光景が大体、ね、いい普通2 5ミリ1インチのものが多いんですけどダリはですね27インチというあの大光景のものを使っております。で大光景のツイーターを使うメリットというのはツイーターから低い音まで出せるのでウーハーが苦手とする高い音をより低い周波数帯域でツイーターに えー、バトンタなので、まあ、人間の声があ人間があの敏感なですね、まあ、3kHz2.5kHz かなぐらいの帯域がですね右派ではなくより音が良いツイーターで再生できるというメリットがあると思われます。で次にこの,あの繊維がね練り込まれたような茶色い、えー、ウッドファイバーコーンという軽くて強いダリなりの軽くて強い ユニット、高音子がですね振動板がウーハーやミッドバスに採用されていますさらにあの中の技術ですけれどもソフトマグネットコンパウンド SMC というあの上級機モデルのですね歪みの少ない磁気回路を実現する技術がですねこの最も安いオベロンにもダリのオベロンシリーズにも搭載されているということです次ワウフデールですねワウフデールの特徴は まずこの2 5ミリのですねテキスタイルドームのツイッターなんですけどこれはですね、まあ、ちょっと分かりにくいかも分からないんですけど普通のこの,あのツイッターのプレートっていうのは平面なんですよね。でこれはわずかにこう奥まっててウルトラショートホーみたいな形になっててまあここのですねあの形状を。 このフ,レフレームの部分の形状をですねかなり外周にわたるまで吟味することによって音をよくしていると思われますでまあダリなんかは普通のものはですねここの部分だけですねツイーターから約 1cm ぐらいまで、えー、そういうあのウェーブガイドリング的なものがついてるんですけどこれは結構5センチ6センチぐらいまでその こうウェブガイドリング的なものを使ってるんじゃないかなと思われます。あとはここに切り込みがあるんですけど、このキャビネットの振動がツイーターに伝わらないように何層かの構造にな構造になって共振防止措置が、えー、施されています。そしてこのウーハーですね。ウーハーはこれはあのマイカ雲母をポリプロピレンに樹脂に混ぜたもので、これもやはり えー、ワーフデルなりの軽くて強いものそしてここにあのリブを成形リブを入れることによって、えー、たつるんとしたあ振動バヤにも強度を上げるというような技術があ採用されています、えー、ですねあとはまあねこれ確かね 12dB 12っていうあの非常に精密なクロスオーバーネットワークも使われていると思いますそして今回のメインイベントポークですね 僕の,のこのツイーターはですねこの真ん中にフェーズプラグというあのとんがったものが出てますけどこれは、えー、ソナスバベルの高級機なんかにも使われてますけれどもリングラジエーターという合計 25mm ですけど振動板がこうただのドームではなくてこうドーナツ型のね振動板を使ってるという、まあ、このクラスではかなり珍しい高価なツイーターを使っていますねあとこれもですね 外周に渡るまで緩やかな角度があって、ここの、あの、ツイッターのですね、この中心のフェーズプラグも含め、ツイッターのこの出ていく音がムラなく綺麗に広がっていくということに非常に注意して作られたツイッターが、使われていますね、えー。ピナクルリングラジエーターというふうになっています。で、またここの、あの、振動板がドーム型じゃなくて、ドーナツ型ということで、まあ、両方が固定されているということで、振動板の無駄な共振も。 低減できるという,ふうに説明されていますでこのコーン紙ですねこれ材質分かりませんけどこの,あのタービンコーンっていって、まあ、この辺りはねいろんなホームページで見て,て見ていただければ分かると思うんですけど、ね、あのこのようにタービン状にこう突起物が出ているコーン紙が採用されてて軽くて強いそしてこの突起物を作ってるので この振動板の内部損失が大きいつまりあの変な振動しにくいというふうに彼らは設明しています。これがそのリングラジエーターですね、とんがってるやつ。ね、であと特徴はですね、これパワーポート2.0だったかな、この,あの、ね、ジェット機の排気口みたいな、ね、このバスレフポートも非常に特徴的ですね。まあ、どういう技術かは、まあ、いろんなサイトの説明やメーカーのホームページを見ていただければと思います。あと スピーカー端子もかなりいいものがついていてこれが各ーメーカーおののの特徴になりますねで次に今回聞いていく9つのスピーカーの比較をしていきましょうツイーターは先ほど説明しましたようにダリが 29mm、えー、ワーフデルが 25mm のドーム型テキスタイルドーム型布ですね布のドーム そしてこちらは布を使ったリングラジエーターというツイッターを使っています、えー。ウーハーのサイズなんですけれどもまず、えーね、オベ、えーオベロン1ですねオーベロンンが130ミリダイヤモンド12.1130ミリ12.3130ミリそして リザーブ 100R100 100ですねこれも130ミ、mm、リ R500 これも130ミ、mm、リということで一番小さいウーハナリスコカーは全て130ミ、mm、リと統一されています次に大きいものですねオベロン7ですねこれが180ミ、mm、リそしてこの R200 と R500 これも180ミ、mm、リそしてこの R700 のみ3ウェイで ミッドが百八十、ウーハーが二百ミリのダブルという風になってます。次価格、五万七千円、六万八千円、七万円、九万四千円、えー、オベロンセブンですね十五万六千円、十二点三これが十五万八千円。 これが R500 が15万4千円結構値段近いでしょ R60018 万8千円これは24万円全てペアの値段ということでまあ,あの値段的にもね音質的にもライバルとなるものを今回集めてみましたでということでこの9つのスピーカーをこちらに用意したデジタルとアナログの2つのエアボードアンプで聞き比べていこうということ 今この動画がですねこの比較主張の概要説明の動画ですそしてあとそれぞれのスピーカー1本ずつ動画を作成しますので合計9本の動画で聴いていくということになりますねあ9本の合計ごめんなさい10本の動画で構成されるということになります聴いていく楽曲なんですけれどもこれはですねあの9つのスピーカーの聴き比べで使った曲が 三曲、えー、セセラギそれからあヒラリー・ハンサンのバッハ・バイオリン・コンチェルトダイアナ・クラールさんの「ラブ」この3曲はですね3曲をまずこの9のつのブックシェルフスピーカーの聴き比べでも使ってる最近あの標準としているね、えー、ものエアボの HD アンプ1スペシャル18万円で聴きます。そそしてその後 このアンプを引き換えて、この PM7000 スペシャルで、この同じ曲を3曲続けて、続けていうか3曲聴きますね。えー、その後、こちらの,の PM7000 でですね、タイタニックのテーマ曲の Never a n Absolution、それからタイムワープとし、タイムワープというあのタイトルの CD の中から、えー、確かバトルシップ、バトルスター・ギャラクティカルかなの,あのメインテーマ、で、ハイレゾのギターですね、渡辺 渡辺和美さんの「マイ・フェイバレット」そして「ファースト・ラブ」の2014年のリマスターから宇多田ヒカルさんの「甘い罠この辺はだいたい2分前後に短くしたものそして最後にですね「フラッグ176-24ビット」でリマスタリングされたマイケル・ジャクソンの「スリラー」これを全曲聴いていこうということでこの9つのスピーカーを 比較していきたいと思います。よろしくお願いします。